おはようございます、議長より登壇の許可をいただきました山口でございます、朝一番っていうのはなかなか難しくて私でさえどうも顎の回転が悪くございましてそのなかなかうまいとこいかんかなと思いつつ、今日3点ほど市長の政治性についてということでお尋ねをしたいと思います。お尋ねをする前に今朝ですね朝起きて、さあ今から頑張ろうと言ってズボンを履いた。なんかズボンのポケットでゴワ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 こうしてズボンのポケットに手入れてぬってみたらですね金の入っとった。あ儲けたなと思いながらですね今度はやっぱり武士は身を清めて戦場には立っていかんといかんなと思って温泉に入りました。そして温泉に入る途端にですね一番会ったらいけない人と会いましてまあ物を言わずに、まあ、ここに来たわけですけれどもでは早速ですけれども、一般質問を始めたいと思います。例えばですね、市長がどっかに行った何かの会合に行ったその時に私は個人的に個人としてはこう思いますよと例えば市長が言ったとする。そしたら皆さん方どう取られると思いますか。これまさにですね市長私は個人ですよと言いながらもやっぱり立場的にはもう市長が言ったしか絶対ならないわけですね。その点についてまず市長がその言ったか言わないかというよりも市長としての考え方をお尋ねをしたいと思います。私のことをお尋ねになりましたので、私は今までこれは松尾畑議員さんにもお答えをしておりますけれども、個人としてという発言はしたことがありません。あくまでも何人たりとも私を見るときというのは武雄市長の日渡し圭介ですということで見ておられますので、私に関してはそういった意味でのオフレコ発言もありませんし、公私一体で、気をつけて言っております。ですので先ほど議員がおっしゃったようにその個人として何とかっていうのは基本的にはですね外では言ってませんし宮本雄一さんが昨日おっしゃってましたけどポロッと何とかっていうのを言及するのもねいかがなものかと思いますけども期待しておりませんのでこの辺で答弁を終わらせていただきます。19番山口正弘議員。はい、そしたら教育長にちょっとお尋ねをしたいと思いますけれども、教育長としての立場、あるいは個人で言ったというような、そのさっきの市長の質問と同じですけれども、教育長はどのようにお考えなのか、お尋ねをします。ブラボー教育長。年々こう無口になっていく、まあ、自分を感じている時もあるんですけど、やはり誤解されて非常にきつい目に遭うわけの時もあるわけでありまして、自分はの発言がですね、周りからその個人的な発言とは見てはもらえないという場合もあるわけで、ちょっとまあ十分注意していると。19番山口正弘議員。はい、市長教育長にお尋ねをしたのはですね、これは体育協会のことなんですけれども体育協会の人事の中でですねある方が議長に面会に来られるということで私もその議会事務局にいたんですけれどもまあ相手があまりにも偉いお偉い方のためにですね私は席を外しましてそしたらその人がその議長面会の終わるまで私は3階におりましょうということで3階におったわけです。そしてもうそろそろ済んだかなと思って4階に行ったら何議長からちょっとって言われて何だったのかなと議長になったから表敬訪問かなと思ったわけですね。
もうやっぱり大したもんだなと、やっぱり他教になっていくその偉い方だから、やっぱり表敬訪問もということで来られたのかなと思ったら、なんということはない。議長にですね、あなたは議長になったから仕事の忙しくなったけんが、体育協会の副会長辞めなさいと来た。ですね。そうでしょ、議長。そういうふうなことをですね、その自分の地位を利用してですね、まずその人会長なんですよ。いや、その名前はまあ、ともかくとして、そういうふうなですね、やり方が果たしてですね、妥当なのかどうか、その、たくさんの補助金を出している、市長としてどのようにお考えなのか、その点をちょっとお尋ねしたいなと思っておりますけれども。与田市長、ちょっと詳細がちょっとこれだとよく分かりませんので、ちょっとこの時点では答えかねます。住居は山口勝議員。まあ、いずれにしてもですね、やっぱりその、まあ、あくまでも個人ですよと言いながらも、まあ、我々を含めてここに、議長含め、26名の議員がおりますけれども、おい個人で言った場合と言っても、例えば一番の友永議員なら友永議員がここが言われたもんのと、そういう議員は友永議員が言ったないがそれはそうでしょうと、もう個人ではなかなか通用しない部分があるんですね。だからやっぱりその皆さん方とそのお話をするときにでもそれなりに考えてやらなければいけないのかな。例えばですよ、昨日松尾陽介議員、6番議員の松尾陽介議員がですね、消防の格納、格納の部分についてですね、その執行部にお尋ねをされました。それ執行部はですね、そりゃもう行政の方で金を出してしましょうと。それ私に言わせればですよ、松尾議員さんの印刷にはすっと簡単ってしか聞こえんわ。東川上りの場合はですね、190万の金をかけて、そして消防団員総出で起訴をして、そして消火栓の横の格納庫は町づくり交付金で作ったんです。片方は190万かけて町づくり交付金で作って、片方はそしたら、そういえば町づくり交付金の保管手作ろうというわけんがと。190万の分、まあ、いくらになるかわかりませんけれども、それは若きはその、町づくり交付金の他の金で仕事をしましょう。そりゃあまりにもありえんでしょうから、再度答弁を求めたいと思いますけど、それこそまさに地位利用じゃなかかねやと思ってから聞きようとですけど、いかがですか。岩田市長、部長の顔が青くなってますので私の方からお答えしますとね、ちょっと誤解なきように申し上げますと、部長の答弁といえどもそれは私の答弁と同じですので、部長に責任はありません。すべての責任を背負うのは私であります。そういった意味で私から答弁いたしますけれども、まあ確かにですね、まあ、それはそうだなと思いましたね。それはそうだなと思いましたの でこれちょっと基準をねもう一回ちょっと見直させてもらってもいいですかね。やっぱりですね、例えば東川上りで線で若きでこうしますっていう意味ですね、それはやっぱおかしいですもんね。ですのでこれこそが議会なんですよ、これこそが、うん、ですので陽介議員さんの私はご提案っていうのはものすごく重く受け止めています。それはやっぱ議員のご発言ですので、ただ一方でこう社会的公平とか地域で の構成っていうのはありますので、これもまた重く受け止めて、あんまり重く受け止めすぎて何が何だか分からないような時もありますけれども、それはしっかり基準をもう一回見直していきたいと思います。それと先ほどありましたけれども、地位利用っていうか個人的な話に戻りますけれども、やはり私もそういうふうに受け止めがちなんですね。ですのでそれは大教の話は私は詳細には分かりませんけれども、そう思われないように多賛の意思と、したいというふうに思っております。何事も勉強だと思っております。19番山口勝議員。はい、ありがとうございます。ということだそうで、まあやっぱり
行政とは公平にそのですね、周りの、町も含めてその発展するような考え方を持っていただきたいということで、もう一つですね、もう一つも二つもあるんですけれども、あのこれは苦言、地位利用とまではいかないかも分かりません、執行部のですね、皆さん方全員執行部の議会に対する報告のあり方というのは何か、今武雄市は市長を中心に全国にその迷政というか悪政というかを発しておられます。そういう中で執行部の皆さん方の市長についていく姿勢というのは大変かと思います。しかしながら連絡報告相談法連相報告連絡報告相談連絡かな、まあ法連相というのがありますよね。そういう中で議会に対する報告、これは全くできてない、できてない。これ答弁も求むけにはもう妻の債権が答弁は求めませんけれども、そういう中でですよ、やっぱりもし何かあったら、要するに例えばですよ、例えば黒牟田の、あの飛龍窯祭り、あれだって議会には何も連絡しておらんですよ。連絡来ましたか？来てないですね。そういうふうな、例えば杉田かおるさんがあそこに来た、杉田かおるさんが来たけれども、それだってある議員さんが前の日に、そりゃおかしから思う、私には前もしそういうふうなことがあればぜひ出席をしてくださいね、案内を出しますから言うとって出とらん、あるいはこれは観光協会の話でしょうけれども、その今 の、 あの旅館組合の組合長さんからですね、この私なんて思っとられたんですけど、組合長さんに近頃組合長さんもエロになったのと2編会った時に2編私が言ったわけですね。そういう山口、そういううちに来たわけですよ、韓国協会長さんが。韓国協会長さんじゃなかった、旅館組合の組合長さん。そういう何て言うて暮らしたかという、山口さん、おい、何じゃしたかにゃいう話じゃ、いや、何もしとらんばい。みんな、そこに山口さんこと言うてんがあって。昔から私は相手を知ってたもんですから、ただ単に私よりか超えても多いし、背も太かった件が、保険エロになったのって言うた気持ちやったとですけれどもですね。その人が何て言わしたか、例えば飛龍窯祭りをやる上で旅館組合の方にも何も連絡あっとらんですもんね。で旅館組合のその組合長さんがと言って今市長を払っておりますけれども、私に言われたのはそうなんです。あの言葉っていうのは両方聞かんば分からんですね。両方聞かんば分からんけんが、今市長はみんなそれ連絡しとうよということで言われますけれども、その旅館組合の組合長さんはそういうふうな言い方をされました。だから私が言いたいのは、やっぱり連絡をするのはですね、連絡をしてなし俺連絡はしたかいって言うものは一人もおります。だからその連絡っていうのはやっぱり間違いないように、こういうどうやろかって思ったとでもやっぱり連絡をするべきじゃないかいう思いがあったもんですから、これをちょっと皆さん、その苦言ということで言わせていただいております。そういったですね、図書館運営についてということで入らんばいかんとですけれども、その前にですね、あの男女共同参画、これは通告をしておりますのでちょっとお尋ねをしたいと思いますけど、男女共同参画とは何ぞやということでまずお尋ねをします。宮下つながる部長、おはようございます。男女参画社会とは、
男女が互いの人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することができる社会ということで、あります。19番山口正弘議員。分かったこと分からんことなんか非常にそのまあ要は分からんかった言い方をしたのが男女共同参画ということです。いやそれなぜかというとですよ、男女共同参画やなかった女性ネットワーク、女性ネットワークの総会の後ですかね、山崎和子さんという方の講演は、その山崎和子さんという方の講演、この山崎和子さんってちょっとなかなか忘れんわけですね。もううちの怖い人がですね、旧姓山崎なもんですから、ちょっと話を聞きよってドキドキしながら聞きよったんですけれども、山崎和子さんの講演を、その中でですね、もう男女共同参画のあそこの縦あですね、男女共同参画かな、 あれはもうそろそろおしまいじゃなかろうか、男女共同参画というのを口で言う、そういう時代はもうそろそろ終わりじゃないですかという話なんですけれども、部長さん、その辺はどうですかね。宮下虎川部長。理想論から言えばですね、確かに、もうそういう男性と女性が先ほど申しましたような互いの人権を尊重しつつ、お互いのですね、しかも責任を分かち合って、能力を十分に発揮しているという社会に、なってしまっていると、そこまでいっているということであれば、議員さんのおっしゃる通りだというふうに思いますが、現時点では、例えば、各組織の意思決定機関への 女性の参加の割合とか、こういう部分についてはまだ若干不足しているのではなかろうかというふうに認識をしておりまして、まあ、男女共同参画についてももうしばらくの間は必要ではないかというふうに思っております。19番山口正弘議員。はい、というのはね、私に言わせればその女性の方の意識の問題かなと、それはこうなんとなく思うんですよね。自分の周りのことを言うのはおかしいんですけれども、今日もちょっとお見えですけれども、夫婦で傍聴に来ておられます。こうまだ物も言うとね、チロッと見た件が夫婦やろうと思ってから思いようとですけれども、もうあそこなんかまさにもう男女共同参画をですね、絵に描いたような方ですよ。もう母ちゃんから一言言われるけど、父ちゃんが10ってなってからもうそんなもんですよ。そしてお互いに助け合いながらですね、もうまさに平等なんです。もういや、だから私が言いたいのはですね、その山崎和子さんも言われた、もう机上での論議は終わりにして実践をしましょうと言われた、ね、そういう私はもうこの共同参画家の方にいつも言うと、男女共同参画ってこれは口で言うもんじゃなかばいって、実践するもんばいって、うち来てんさいって、うちはごっと実践してる、うちもですよ。もうあそこに、まあ、負けず劣らず、もうあそこの旦那さんなんかですね、卵焼きの焼かせてるんですか、それはものすごく美味しくって上手なんですよ。もうそんくらいにお互いに協力しようって、しよう中でですね、今度はそれを外に向けてやりましょう、外に向けてやりましょうっていうことはですね、これ一つの原因として女性っていうのは子育てなんですね。そういう子育てをしながら外に出るっていうのがなかなか難しいから、この
いろんな地域の行事とか何とかに入れないという部分があると私は認識しております。だから男子と女子のその地域にする携わる割合がおそらく女性の方が少ないのかな。だからそういうふうな捉え方をされるんじゃないかな。ところがですよ、学校に行って PTA とか育友会とかそういう中でのですね、男女の入り方といえばですね、女性7割、男性3割、逆にそんなもんじゃないかと思うわけですね。その女性がそういう中に入ったときに、女性がその物を言い切らんとか、女性がその出る場所がないとか、全くそれはないと思う。だから、もうそろそろ実践、男女共同参画かというのがですね、ずっとある程度考えを改めて実践に移したらという中で、この間、女性ネットワークの総会の時の、その山崎さんの講演なんですよ。なんとなく、地位利用についてから外れたように思われますけれども、女性の地位の向上っていうよりも、女性がもっともっと表に出る機会っていうの。私はですね、もう失礼な言い方かもわかりませんけれども、4番議員の山口優子議員さん、11番議員の上野議員さん、11番議員の上野議員さんはもう子育てを済まれて、それから議会の方に入られましたよね。しかし山口優子議員さんはですね、子育てをしながらその議会の方に来ておられます。民意によってですね、これはこんなこと男の倍も3倍も大変やろうなと。それは何かというですよ、子育てば一丁狭なんですよ。子育て千万なん、父ちゃんの面倒見らんまなん、家事も千万、そして議会もこなさんもなん。これは男女共同参画に入るというよりも大変だと思うわけですね。それをこなして生きておられるその議員さんっていうのは、もうまあ私に言わせれば尊敬に値するのかなと。しかしこんくらいにやっぱりしっかりした感じで議員さんになられんとかなという部分もありますね。やっぱり女性の方が本当に議員さんとして活躍をして今後もやっていこうかなという時には、まあそういう中で、まあ、褒めたいなんとかということであれですけれども、まあいずれにしてもやっぱり我々言動には注意をしていかなければいけないのかなという感じがしましたので、これを取り上げさせていただきました。今後の図書館運営についてということで、2番目の図書館運営について出しておりますけれども、私の図書館運営はと言いますとですね、今回の質問の中で、まあ、皆さん方15人中13人やったですかね、図書館運営ということでございますので、私ごときがその図書館運営についていろいろ言うこともないかと思いますので、これは皆様方 その立派なご意見にそのお任せをして、3番目のまちづくりに行きたいと思います。ちょっとしっかりわらわらしてるんですけれども、わらわらたついでにですね、今後の図書館運営について一つだけ教育長にお尋ねです。それは何か、教育長にですね、コーヒーを飲みながらですよ、あるいはお茶を飲みながら本を読むのはですね、おかしいですか。その点についてちょっとお尋ねをします。ブラボー教育長。今お尋ねの件ですけれども、図書館についての基本的な考え方というのが、例えば学校の図書館とか今回想定している図書館というのとは
変わってきているというのは事実だろうと、昨日の一人の答弁のとおりということです。ですから、今そういう形で、そういう形の図書館が増えてきているということは事実でありますし、もちろん子どもたちへの指導はまた指導として片方にしていくということかと思います。19番山口正弘議員、あとのことはそしたら皆さん方によろしくお願いします。そしたら3番目の、町づくりに入りたいと思います。ですね、町づくりの1番目、ですね、今武雄市にですね、市営住宅がですね、もらった資料の中に877戸市営住宅がありますよ。市営住宅を管理する今の管理体制はどのようになっているのかをまずお尋ねをします。石橋まちづくり部長。現在の武雄市では先ほど議員ご指摘のとおり877戸の住宅、18住宅ございます。やり方といたしましては管理のやり方方法でございますが、山内北方にある分はそれで市所で行ってもらっておりますし、武雄町の分については建設課の中で住宅係で行っております。住宅係と人数としては4名体制で行っております。で、支所につきましては複数仕事を抱えていますので、3名の中でそれぞれ行われているということになります。19番山口正弘議員。はい、この質問の趣旨はですね、もう今の市営住宅の建物というのは、長屋的な建物というよりももう3階、4階、5階建て その市営住宅がずっと増えております。そしてそのシステムとしても新しいシステムができていまして、その管理上その行政の皆さん方4名とかいうこと、4名と3名、7名トータル877戸を7名で、管理をされているようでございますけれども、これはですね、もうそろそろ指定管理者制度をですね導入してやるべきじゃないのかなという感じがするわけですね。そういう中で今県の佐賀県内でそういうふうな取り組みをされているところがあるのかどうか、それについてお尋ねします。石橋まちづくり部長。県内で見ますと県営住宅、それから佐賀市がの全住宅が指定管理者です。それから唐津市の一部住宅も指定管理者に委託されて運営されております。19番山口正弘議員。答弁ば間違いと名古屋言うてくれんけど、次の質問ばすっと考えてるのはなかなか難しいからですよ。なぜ私がこの聞いたかというとですね、武雄市もそしたら指定管理者制度を導入する気はあるんですか、ありますか。ということはですね、その指定管理者としのそのを導入したいという気持ちがあるのでありますね。その指定管理者の導入についてどのようにお考えなのか、あり方としてをご答弁願います。石橋まちづくり部長。市営住宅においても多様化する住民ニーズや
住民ニーズにより効果的、効率的に対応するために民間の活力を利用す、うん、利用するということが、まあ、経費の削減につながるということでございますので、私どもといたしましては、指定管理者導入につきまして、一定の動きはしております。今日は小型区長さんがお見えですけれども、佐賀県建築技術協会というのが、これは市町村が出展しておりまして、この団体にですね、実はご相談をしたことがございます。しかし、その話の中で、しかし、その団体がですね、公益法人が運営するということになると、民業圧迫になるというご指摘もございましてですね、断念した経緯もございます。従いまして、武雄市内の中で、そういう一定の業者さん、事業者の方がおられましたら、できるだけ市内の方に、していただきたいという要望や要望という考え方を持っております。19番、山口正弘議員。もしというよりも、ぜひその、やっぱり導入をしていただきたい。それでできるだけ地元じゃなくて、絶対に地元ということを前提のもとにですね、これはしていくべきじゃないかと思うんですよね。それは 何かといえば、例えばここから山内の方に35号線を登って行きよったら、右側にですね、看板の立ったをですね、なんて書いてあるか知ってますか？見たことなかったですか？山口の方見たことないですね。まあ町の大工さんとか書いてあるでしょ。書いちゃったでしょ。ある、例えば武雄市の業者のどなたかがね、頭になって管理を引き受けましょうということでやって、そしてその町の大工さん、あるいは自治体の業者さんに全てをお願いをする。例えば山内町はこの業者さんにお願いしますよと、北方町はこの業者さんにお願いしますよ、竹尾町はこの業者さんとこの業者さんにお願いしますよ、そしてその人たちからまた行くということでですね、ぜひこれも図書館問題とは完全に別でしょうけれども、やっぱり民でできるところは民にお願いをするというのが今の行政の基本じゃないかと思うわけですね。その辺について市長ご答弁をお願いします。岩田市長。そうです。19番、山内正弘議員。先ほどもちょっと部長さんにお願いした答弁の短すぎて、ちょっと後の考えがまとまりませんけれども、次のですね、これに関連は、しておれないかも分かりませんけれども、次に今まで緊急雇用対策事業としてなされてたその維持管のことについて、お尋ねと今までのその頑張っておられる皆様方に敬意を表したいということで思っております。それは何かというと、緊急雇用対策事業というのは前年度で終わりましたよね。終わったんでしょ。はい、らしいです。終わったということで念押したい候補しようとですね、そういう、なぜかというとですね、今その緊急雇用対策事業っていうのが終わった後、6名の方ですかね、が引き続き道路の維持管理補修を含めてされております。これがですね、ちなみにその金額的なことを言うのはおかしいかも分かりませんけど、どれくらい金がかかりようと聞いたらですね、約600万ばかり。そういう、約600万ばかりということでした。私は何が言いたいかというとですね、600万の、要するに、それは人件費なんですけど、次ですね、
これは例えば草から道路の糊の草払いがですね、始まった当初その時にはまだ何と言いますか、バブルが崩壊しておりませんでしたので、そういう中ではですね、大体平米、要するに1メートル真四角で大体100円ぐらいだったんですね。草を買ってそれを撤去するまで、その当時は燃やしてよかったけど燃やすまでだったんですね。それが大体100円。それバブル崩壊後ずっと人件費が下がって今60円ぐらいかな、平米単価で。それ仮に平方メートルあたり60円にしたってですよ、次600万って言ったらいくらになるんですかね。60円やけんが600万、どのくらいですか、計算した。60円、次10平米で600円ですよ。100平米で6000円、1000平米で6万円、次な1万平米で60万、10万平米ですよ。10万平米って10キロやろ、1メーターの10キロでしょ。そういうノリっていうのはですね、払うときには今のここに、十字をされている方たちが払いうんさとはですね、そのノリ面、上さんのノリ面の5メーターぐらい払うとくいうんさだったんですよ。そういう下も2メーターぐらい払いとくいうんさ。そういうメーターあたり5メーターと2メーターやったら 7平米あわけでしょうが。そういう金額的に600万がという6分の1ということはですよ、この6人の方たちがですね、いくらがと仕事場しようんさかということですよ。これ皆さん方、その他協町内ではわからないかもわかりませんけれども、我々周辺部に住む人間としてはですね、本当に助かっている。他教市内の市道は600キロぐらいあるんでしょ。600キロのですね、まあ仮に草払いをですね、半分とする。半分としても300キロですね。300キロの上下のり面はですね、平米あたり7メーターとして、いくらなんですか。ですね。これだけで億の単位のつくくらいの仕事になるわけですね。それを皆さん方が一生懸命なってね、本当にこの今から先は特に暑いさなか頑張っておられます。そういう中でですね、その骨折っておられます皆さん方に対してですね、その執行部として行政としてどういうふうな思いを持っておられるのかお尋ねします。石橋まちづくり部長。緊急雇用のご質問でございます。私どもが現在採用しておりますものは4名でございまして、これにつきましては緊急雇用じゃなくてですね、市の単独費を使っています。別途緊急雇用でやっている事業もございます。ただし建設課都市計画で行っているこの事業については単独で行っているということでございます。これにつきましてはもう議員今ご質問されておりますが、非常に地域の方から好評を得ておりまして、それで皆さん方4名の方一生懸命になってですね、作業をやって汗だくになってやってもらっております。金額につきましても先ほど議員言われましたように安価でですね、これを請負にかけますと相当なお金になりますが、採用することによってですね、人間を採用することによって、住民サービスがより効果的に現れているということになるかと思います。従いまして、今後につきましてもですね、引き続き確保していきたいなというふうに考えているところでございます。19番、山口正弘議員。今日はですよ、後世見たところ若きの市長さんたちもお見えぬ、若きも
東川上り、西川上り、竹内同様にその山が非常に多ございます。そしてなんとまた指導やということは指導のいっぱいあります。そういう中でですね、その竹内単独でその雇用されているということでございますけれども、この人たちをですね、まあ金の中券を増やせとは言いません。増やしてくれと言いたいけれども言いませんけれどもですね、この人たちを含めたその絶対この人たちはずっとまあ未来永劫雇用ばしてくださいとは私は言いませんけれども、まあいろんな形でそのやっぱり今後も続けてですねしていただいて、竹雄市のその周辺部市長が昨日も何か言ったですね、やっぱり周辺部の境で初めてその竹雄市は言うなとって、そういう中でやっぱり今から先もこれは続けていただきたいなという気持ちがありましたもんですから、質問をさせていただいております。それでは次に、ですね、町づくり、旧竹雄町内だけが町や中県、東川上りもとりあえず東川上り町という名前がついておりますし、西川上りも西川上り町という町名がついております。そういう中でですね、新幹線 の, その事業に関してですね、今宇都出の辺が、まあ、これは東川上りのことですけれども、宇都出地区のことなんですけれども、宇都出地区が今その新幹線でかかる家の移転等々がなされておりますけれども、その辺で新幹線の宇都出地区の進捗状況をまずお尋ねしたいと思います。北川営業部理事。新幹線の東川上り町宇都出の状況ということでございます。状況としましては、設計協議が宇都出地区につきましてはほぼ完了をいたしておりまして、特に天竜庵地区が主な対象地区となります。ここにつきましては設計協議が完了いたしました。でその後としまして、用地買収がなされておりますけれども、対象価格につきましては7件ありまして、そのうち6件が用地買収のを完了いたしております。19番山口正弘議員。はい、それとですね、東川上りにジャンクションがありますね。西九州道に乗り入れするジャンクション、あれから、竹雄の方のその今の状況といいますか、そのなぜかと言いますと、昨日、日曜日にですね、フジコンの社長から、社長とちょっと会う機会がありまして、フジコンの社長とお話をしている中で、いっぺん話には凝らしたばったん、そういう方は何も気にされんばんたと。今の新幹線の、その、あの辺につ、要するに、ジャンクションから、竹雄の方面についての、その、進捗状況のどがんなっとっとじゃいろ、その、今後の、その、やり方として、どがん進んさってやろうか、と。いや、その時に話をしたことは、実は、今、その、もちろん、その、そういうふうな中に入らんばいかんやろうと。しかし、そういう中でも、今、残土処分地を探してました、と。そういう残土処分地は、そういう、どこになった、どこが話になったですかって言ったり、いや、向こうから言われて、いや、実は大山寺に、その残土処分地を、その確保したいということで、その行政の方、あるいは機構の方が、一生懸命努力をされております、ということで、話を しましたけれども、その、一生懸命になって努力した結果、成果はいかがなものかと、質問をしたいと思います。北川営業部理事。設計協議の先ほど宇都出の状況を申し上げましたが、議員ご指摘のとおり、竹雄南ジャンクションから北側については関係区が袴の区と内田区がございます。ここの部分につきましては非常に土壌がですね、土壌といいますか土質が
不安定ということで、当初はトンネルで予定をされておりましたけれども、そこを切り戸部分でやらないかんとかいうふうなことで、その土質による設計変更等が生じております。まあ、そうした意味から、現在、測量をまた再度行いまして、詳細設計を行っているということで、袴野地区の百木亀屋、それから内田の大谷地区につきましては、まだ図面が正式に提示をされていない状況で、設計協議に入っておりません。ただ、残土処分地につきましては、新幹線工事すでに始まっておりますので、早急に確保する必要があるということで、昨年7月から、内田区の大山寺という区があります、班がありますけれども、そこの皆さんと協議をさせていただきました。その結果、地元のご了解をいただきまして、まあ、面積的には 7.8 ヘクタールほどございます。で、地権者が17名ほどいらっしゃいますが、このほど5月に仮契約を完了させていただいたところでございます。まあ、これにつきましては、地権者の皆様方から大変なご理解とご協力をいただきました。で、ここのですね、残土の処分帳につきましては、ちょっと逆に聞いて、これすいません。部長、議案に出ておりますので、その中に慎重に止めお願いします。19番、山口正義議員。実はですね、昨日、ほら本人いろいろ話があって、昨日おとといやったんですかね、このある方から、武雄と嬉野の中間ぐらいにその土地が欲しいと、土地はいくらばか欲しかとって聞いたら、その6000坪ばか欲しかって、5000坪やったか当初、5000坪ばか欲しかって。次、その、議案に出とうっていう話で、その、ありますけれども、その、次、東川の上に残土処分地として、その、ひょっとするぎな出くっけんが、それじゃあどがんやって言うたりするんや、それは間に合わんろう、ということでですね、次には間に合わんないか、それどういうかすっかっていう話の中で、ふと思いついたとがですね、ちょ昔、総田議員さんって言って、他京市議会の議員さん、昔って今はもう生きてもらったんですけども、総田議員さんって恩さん、その人方の近くのですね、その工業団地としてその造成をした場所が6000坪ばかりのその跡ですよ。そういえば、ふと思ってですね、何に使うとって聞いたら、流通センター的な機能を有したとそこに持ってきたいということだったもんですから、急遽昨日その北川理事とそれからその担当の松尾健一君とその相手方と現地に行きまして、これでどうなんじゃろうかと、あと値段の追い上げな、なんとかなんという中ですかねという話の中でその帰ってきたとですけれども、その例えばその今の残土処分地も含めてですね、そういうふうな今後のですね、その東か、私が東かのぼりとは言うよおかしかって大臣先があんまり言わんですけれども、東かのぼりのですね、その新幹線のが来ることによって、その東川上りがどうこうなるっていうようなことは、まず考えられんとですかねっていうことで、そのお尋ねをして、これもやっぱり事前審査にあったんですかね。大丈夫ですか？それは答えにくかですかね。あ、答えにくかって言うのだけよくはです。ですね、そしたらその視点を変えて、そのお尋ねをしますけれども、住民の方、要するに例えば残土処分するときはそのゴミのしてみたい、車が通ってみたいするということで、その地元の方も心配をされているんですけれども、それについてのそのやっぱり万全な対策を取らんばいかんやろと思っておりますけれども、これも事前審査ですか？大丈夫ですか？はい、それは答えられますか？はい。
川営業部理事。工事中の安全対策等につきましてはですね、特に残土処分場を計画しております大山地地区についても、住民の皆様方から子どもたちも多いとか、あるいは高齢者も多いというふうなことで、作る前提のお話をするときにご指摘を受けております。それについては、機構と十分話をした上で、安全対策を十分に講じていくということでお約束をいたしております。19番、山口正弘議員。はい。それでは最後にですね、宮洲村、今造成が完了し、その企業を誘致するという段階の中で、一番初めにですね、モノレール、東京の モノレールでですね、看板を見たときには、荷物置きの向こう側でですね、反対側に座っとった県がものすごいええとこ見るのって言いながらですね、なんか行政視察の時に行った記憶があったんですね。そしてまた行って今度は見た時にはですね、どうもこれ動かしたとやなかろうかなってことをちょっと字の込め方なしたいでですよ、こう思った感じのしたとですけれども、そのどっちみちもうこの間の一般質問でもどうぞ言いましたけれども、無料でエアー券来てくださいって、それが可愛い、それだけ その投資額もしてくださいというようなその格好でもいいのかなと私は思ったんですよね。そういう中でその今のそのそぎ縄ということで、この工業団地に来てみたいなという問い合わせは今合ってるんですかどうか、その辺についてはどうですか。北川営業部理事。先ほど申し上げましたように、新幹線の、新幹線で申し訳ない、東京モノレールに、この多京北方インターの工業団地の PR を載せております。その後、昨年の10月からこれやりまして、今、その継続中ですけれども、これについての問い合わせは数件ありますが、まだ具体的な話にはつながっておりません。19番、山口正弘議員。はい。ですね、というのはですね、その企業が来てもらわんことには他郷の人口もどうもならんと。というのはですね、その皆さん方はもう私本当に指摘を受けまして、そのお前近頃腹の出とうって、腹の出とう県歩けっていうことでその散歩をしようと、そういう時々です。そういう中でですね、その皆さん、散歩しようと、皆さん方と話しましようと、分からんくらいに止められて言われることが、子どもたち、要するに若い人たちの流出の風化もんのと。おそらく東川上りに限らず、西川上りに限らず、北方に限らず、全市でそういうふうな話がおそらく合っていることと思います。そういう中でですね、そういう時に何をするか、一番はやっぱり働く場所なんです。働く場所が欲しい。そういう時にはおいも東川上に住んでよかばい。おいも父ちゃん母ちゃんと住んでよかよ。しかし今の現状としては働く場所がない。だから出ていかざるを得ん。見たかっても父ちゃん母ちゃん見られんよいうことなんですよね。市長、そういう中でやっぱりトップセールスをする上で、あの工業団地をですね、今後本当に早く佐賀弁でではなくてちょっと標準語で言えば早く、あれをですね、解決っていうよりも、来てもらえるような企業を見つける努力をしてほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。与田市長。
はその通りだと思います。ですが、もう議員もご案内のようにね、一昨日ですかね、 NHK の NHK スペシャルでトヨタピラミッドショックありましたよね。で、あの時にもう産業構造自体がもう変わっていて、その雇用の吸収っていうのはもう国内ではもう無理だということ、それでもう強烈に進む円高ですよね。で、こういった中でどういうふうにすればいいのかということで、私もトヨタ の, トップの張会長とはたびたび会わさせてもらっています。で、うちの職員も頑張っています。まあ、モノレールにね、いろいろ出したりとかって頑張っていますけれども、その一方で、私が考えなきゃいけないのは、そういう大規模の工業団地っていうのはもちろんやります、やりますが、一方で起業家を集めたいと思ってるんですよ、起業家を。で、例えば議員ご存知の屋良さんとかね、杉山さんとか、まあ、今日来てませんけれども、ああいう人たちというのは業を起こして、で かつ雇用をちゃんとやるんですよね。で、私もちょっと勘違いしてたのは、働く場を作るっていうことは、それは大事です。しかし、それはホップ、ステップ、ジャンプのステップの段階なんですね。だから最初のホップっていうのは、そういう業を起こして、かつその業に付随する雇用を吸収するという人をね、ちょっとやっぱ集めようと思って、今画策しています。で、こういう起業家が集まるという環境をちょっと整えたいと思ってますので、ぜひ議員におかれましては、特にIT の黒岩委員長にお願いをしたいんですけれども、どういうふうにすればそういう起業家がこう来るのかと、お越しいただくかっていうのをぜひですね、山崎最高情報アドバイザーと、お知恵をいただいた上で、私たちにまた教えていただきたいと思っています。で、その中でこれ繰り返しになって恐縮なんですけれども、大中小いろんなバージョンでやっていきます。大きいのは工業団地、まあ、若きも今度は入りましたけれども、それが一つ。それと中の部分っていうのは、今ほら雇用してくださっているところあるじゃないですか。例えば新竹病院です。あれ、今までは100人ちょっとで全部公務員なんですね。で、今この前は鶴崎理事長とお会いしたときに、今雇用何人ねと聞いたときに、400人はるかに越してるんですよ、400人を。で、しかもそこに関連の企業が集まりつつあるということなんで、中の部分っていうのは、そういう雇用を吸収してくださるところに手厚いなんていうんですかね、サポートをするということも大切だと思います。で、小の部分は先ほど申し上げたように、今企業家が他境に移り住んできてるんですよね。移り住んできてますので、今度この人たちに雇用を吸収するような業を起こしていく。で、幸いにして今度 CCC と他境市で組んで図書館の、ができます。それは関連ビジネスが必ず周りに付随してきます。ですので、そういう意味で私は雇用をね、発生するようなものをして、それではぜひお願いがあるのは、他境においてね、これユーストで今日本中の人たちが見てますけれども、他境はこれからシリコンバレーになります。シリコンバレーにどういうことかっていうと、一番起業しやすいという場所にしてみせます。で、これはうちは強力な議会がありますが、まあ、そこに口うるさい人もいますけれども、そういうことで議会のサポートがあって、そういうさまざまな支援策を講じてまいりますので、ぜひ、ね、ですね、気の向きのまま起業家の人たちは来てほしいということを思っています。そういった中で、議員がご指摘がありましたように、さまざまな雇用の、吸収、雇用の創出については市政の最重要事項として意を払ってまいります。19番山口正弘議員。はい、ですね、これは私のたわごとと聞いていただいてもいいかも分かりませんけど、昨日そういうことで、その一つ その流通センター的なものを持ってきたいということで話があって、そしてその後ですね、北川理事が変えられた後ですね、ちょっともう一つ話があるということで、その話を聞いたんですけど、それもう一つの話は何かと、他境にその施設を作りたいと、施設を作りたいから、その要するに300坪、600坪ぐらいの土地のなかろうか。それで早速その松尾初明議員にそのお尋ねをして、いや、それはその探すがあかんだと、ただその金額的に折り合うかどうかの話であって、まあ、それが来たりですね、もう一つはルートインホテル、ビジネスホテルのルートインですかがですね、
なんでその唐津の方から話が来るのかなというような話で、その唐津のある議員さんがですね、山口議員でちょっとお尋ね言葉ってんだ、他教にそういうふうな話の案件がどこにあるかと、こっちあろうかって、どっちあったんだという話をしたんですけれども、そういうふうでですね、その市長のトップセールスによって、まあ、よしあしは別、市長がですね、その名声悪声、両を聞こうてですね、竹雄氏をその今、ものすごくその有名に日本中で有名にしております。そういう中で、その竹雄氏に期待という企業も、そういうふうな大きい企業じゃないかも分かりませんけれども、そういうふうにして、トップセールスを中心にですね、我々議会も今後、その協力をしながらですね、やっぱり竹雄氏の発展を目指して、その我々も頑張っていきたいなと思っておりますので、その執行部の方も心を引き締めて、その卒のないよう、手落ちのないように頑張っていただきたいと思います。これで終わります。以上で19番山口正弘議員の質問を終了させていただきます。ここで議事の都合上10分程度休憩をいたします。